エスカレートする中国の暴力、放水銃を浴びる船内映像をフィリピンが公開。フィリピン補給船をアメリカ海軍が警護するなど、新たな圧力が必要という専門家も。中国海警局がフィリピン船に高圧放水銃で攻撃する様子を、医師認証視点のカメラで捉えた新しい動画が公開された。このフィリピン船は、領有権が争われている南シナ海の戦勝拠点に物資を補給するミッションの最中だった。この動画はフィリピンの GMA インテグレーテッドニュースが公開したもので、隠れるところを求めて一目散に走る船員たちが映った後、高圧で放たれた水の本流が手すりを越えて船室に入ってくる様子がわかる。水が通った後には破壊された船体の木片が山となって残されている。放水の合間にはタガログ語でやめろ、これはひどいと叫ぶ乗組員の声も聞こえる。3月23日早朝、フィリピンの補給船ウザイマメイ4号は沿岸警備隊の警護船2隻を連れて交代人員と物資を運ぶ途中だった。行き先はセカンドトーマス礁に座礁させ、今は軍の伝承拠点になっている古い戦艦だ。船体が近づいたところを中国海警局といわゆる海上民兵から妨害行為を受けた。国際的に認められた領海。中国はセカンドトーマス礁について南シナ海の大半と同様、自国の領土だと主張しているが、実際にはこの礁は国際的に認められたフィリピンの排他的経済圏 EEZ 内である。フィリピン政府が公開した動画には、中国海警局側が高圧放水銃でウザイマメイ4号に必要な攻撃を加えている様子が映っており、時には二方向から同時に攻撃されている場面もあった。フィリピン政府は木造船のウザイマメイ4号はこの攻撃によって航行不能となり、乗組員にも複数の怪我人が出たと述べた。フィリピンのニュースチャンネルニュース5が報じた別の映像は船の外側から損傷の程度を映している。例えば船体の木製パネルは明らかに損傷しているほか、一部には完全に剥ぎ取られてしまっている部分もある。この船は航行不能の状態に陥ったが、セカンドトーマス礁に駐留するフィリピン軍海兵隊員は、複合艇、船底を鋼皮素材で強化したゴムボートを使って、運ばれてきた物資や新たに着任する人員を回収したと、フィリピン政府は述べている。中国政府はこの岩礁におけるフィリピン側のプレゼンスは違法だと主張している。フィリピンは1999年、この岩礁の領有権を主張するために、かつてアメリカ軍の戦車揚陸艦だった BRP シエラマドレをここに座礁させた。この状況について、在米中国大使館の劉鳳宇報道官は本種の取材に対し中国の領土主権の重大な侵害だと非難した。劉はフィリピン政府はこれまで複数回にわたり老朽化したシエラマドレの撤去を約束したという。だが20年以上が過ぎた今もフィリピンの戦艦は未だにあそこに留まったままだ。力による現状変更もあり得る。オランダハーグにある国際仲裁法廷の常設仲裁裁判所は2016年、この領域はフィリピンの EEZ の一部であるとするフィリピン側の主張を支持し、領有権は自国にあるとする中国の主張を退けた。中国は歴史的権利を根拠にこの判決を受け入れない姿勢を表明した。東京国際大学の准教授で、
ホノルル日本共和国シンクタンク、パシフィックフォーラムの海上安全保障担当ディレクターを務めるジェフリー・ウォルダニエルは、本市に対し、アメリカをはじめとするフィリピン同盟国からの相当程度の抵抗がなければ、中国は今後、着実に現状を変更していくだろうと予測した。中国は何の咎めも受けることなく活動している。フィリピンとアメリカは中国に実質的なコストを払わせることを協議すべき時が来ていると、ウォルダニエルは述べ、セカンドトーマス礁への補給便をアメリカ海軍が護衛するといった形を取ることにもなるだろうと付け加えた。台湾有事、在留日本人の安全より中国への忖度を優先するんじゃない。在留日本人より中国への忖度が大事。この日本人ビジネスマンとの対話の冒頭には次のようなものだ。日本台湾交流協会とその指導の下で動く台湾日本人会は、台湾有事が発生した場合、非常に重要な役割を果たさなければならないが、台湾有事と表立って表現することができない。したがって、有事に対する準備もできていない。万一、台湾有事、つまり中国による台湾武力侵攻が発生した場合は、準備不足のため、在留邦人に防げたはずの危害が発生する可能性がある。彼によれば、台湾有事についての議論を避けているのは、この二つの組織だけではない。彼は続けて、台湾に駐在している企業の関係者と、在台湾日本人の安全保障に関して話し合う機会があるが、多くの人が心の中では思っていても、会議の場では話せない話題がある。それが台湾有事だという。なぜだろう。なぜ彼らはそれについて話すことさえできないのか。彼の答えによると、その日本人たちが勤務する会社が中国にも支社を持っている場合、すべてではないが、多くの場合、東京または日本の他の地域の本社から事業に差し障る可能性がある発言は控えるようにという指示が出ているようだ。これは台湾で働く日本人の安全よりも会社の経済的利益を優先している状況だ。理念よりも利権ということだと彼は嘆いた。早めに日本に逃げ帰るしかないのか。このような対中忖度や打算的な態度は企業だけの現象ではないようだ。実質的な在台湾日本大使館である日本台湾交流協会は毎年年初に台湾在留邦人安全の手引きを更新している。興味深いことに2021年1月1日版の発行は2023年4月まで延期された。1年以上遅れた理由の一つは、内容に台湾有事を盛り込む必要があったが、外務省内で文言調整に時間がかかったためだ。さらに在留邦人にとって心配なのは、同ガイドに様々な制約、台湾の主権、法令との関係、日本台湾交流協会の権限等により、できることとできないことがあることについてご理解くださいとあることだ。この日本人ビジネスマンによると、在留邦人が台湾で直面している状況には、もう一つ問題があるという。日本の戸籍には、本籍を記載するための符号があり、そこには過去と現在の住所が記載されている。台湾に移住した場合、住所は中国と記載されるが、これは地理的、法的、経済的、政治的、外交的に現実を表していない。これらの問題を総括すると、彼によれば、もし今台湾有事が発生したら大混乱になる。日本台湾交流協会や外務省の方針は基本的に事故の身は事故で守るや早めの避難だ。
つまり国や所属している組織などからの支援は補助的に考えた方が良さそうだ。この表現に彼の怒りを感じた。明らかにそれでは十分な対応は不可能で、結局台湾を今から離れるしかない。またこれから台湾での勤務を命ぜられた社員がその派遣を断ることになるかもしれない。簡単に避難できる人数ではない。さらにいわゆる早期避難について、日本の外務省は安全対策としてレベル1、黄色からレベル4、赤色の4つのカテゴリーを設けており、レベル1は十分注意、レベル4は退避勧告とされていると説明されている。ちなみにレベル2は不要不急の渡航をやめてください、レベル3は渡航をやめてくださいだ。2022年のウクライナでは外務省のレベル調整が3から4になるまでは18日、避難勧告が出されてからロシア軍の侵攻が始まるまでが13日だった。これだけの時間があり、避難が必要な在留邦人が約150人しかいなかったにもかかわらず、結局自衛隊機で避難できず、隣国からチャーター機を利用することになった。調整などで多くの問題が発生した。日本政府のコロナの不要な規制が長引き、さらに日本人観光客にとって非常な不利な為替レートにもかかわらず、2023年には100万人近い日本人観光客が台湾を訪れている。データが公表されている直近の月の飛翔をすると、12月の訪台日本人は122,240人。これは1日あたり3943人となる計算になる。平均滞在日数は3日なので、常時約11,830人の日本人観光客が台湾を訪れていることになる。